はい、皆さんこんにちは。ゆうカフェのゆうかです。皆さん風邪なんかひいてないですか？結構まだまだ寒い日が続いてると思うので、風邪とかインフルエンザには十分お気をつけください。はい、それでは今日皆さんにシェアしていきたいのは私のポーチの中身になります。イエーイ。 What's in my pouch を初めてやってみようと思います。遠出に出かける時とか、ちょっとその辺まで行く時とか、まあお出かけ用のポーチの中身っていうのは私結構だいぶ違ってくるんですけど、今日はお出かけ用のポーチっていうのをやってみようと思います。ポーチっていうのはこちらです。じゃん。このルナソルのクリスマスコフレの中に入ってたベロー生地のポーチになります。まあちょっとそこそこ遠出のお出かけにも大丈夫なぐらい必要なものが入ってるポーチになってます。なので見ていきましょうか。じゃん。一つ目はまあこの結構何回も動画に出てきているヘラのクッションファンデになります。の21番のバニラの色になってます。これはこう動画にも登場してるから皆さん分かると思うんですけども、ハイライターとあとチークリップっていうのも一緒についてるクッションファンデになるので、これで結構メイクの大半はできちゃうみたいなクッションファンデになります。最近はこれお直し用で結構使っています。潤いがねたくさん入ってるタイプなので、マット系とは言われたんだけど、試した感じでは結構潤いの出るタイプなので、お化粧崩れちょっと気になった時とかにこの肌の油分と水分みたいなバランスをこういい具合に整えてくれるクッションファンデだなと思って使ってます。2つ目はそれを直してくれるパウダーです。あの抑えないとやっぱりね、こう皮脂とかが出てきちゃうので、お直しの時は粉を振るようにしています。まあ、特に T ゾーンとかね、こう皮脂が浮き出やすい部分に使ってます。ルナソルのスキンコントラストフェイスパウダー EX03 のものですね。フォンダントピンクっていうお色になります。でこれはすごいねコンパクトなサイズなの、だから持ち運びにすごく便利なサイズ感になってて、クリスマスコフレのものだけど未だに使ってます。3つ目はじゃん、このマスカラになります。ペリペラのインクカラーボリュームセッティングのブラウンのマスカラになります。あのお直しでマスカラを直すのは本当に稀なので、私はただまあ入れておくっていう感じのマスカラになります。あとはチーク系、じゃん。これはコージーシーティブアイ&チークのお色なんですけど、ひまわりとあと太陽のカラーを2個持ちしてます。この動画で登場してるチークなので色味は見てみてください。でこれはね、まあもちろんコンパクトなのが一番持ち運びやすいっていう理由で入れてるのもあるし、あとはねこの2個のコントラストでチークを仕上げるっていうことにすごくハマっているので、絶妙なね色の組み合わせなのですごい好きで、最近は結構ヘビロテしてるアイテムになってます。であとはそのねチークを塗るためのブラシも入れてます。1個ぐらいこういうブラシあるとお直しの時にすごい時間がかからなくて、指で塗っちゃうとこうなんていうのか色ムラも出るし、すごいね細かくポン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 ってしないと馴染んでくれない時があるんですけど、ブラシを使うとやっぱり早いので、そういう意味で1本ブラシを入れています。これはオリーブヤングで買ったんだけど、リアルテクニクスのブラシです。であとは私のねポーチの特徴というか持ち歩きコスメの大半はリップになってます。私はリップでチークを塗っちゃうこともすごく多いし、むしろリップだけ持って出かけるっていう日も少なくないので、リップはかなり多めに入れちゃうことが多いです。出かけてる途中にちょっとリップの色を変えたくなっちゃったりとか、なんかこうグラデーションしたくなっちゃったりとかすごいあるんですよね。なのでリップに関してはあのコスメよりもかなり多く持つようにしてます。なのでこのポーチが結構パンパンだったのはそのリップたちのせいです。リップたちのせいたちがあるからです。でまずリップとチークに負担なく使えるのがこのルナソルクリーミーチークサンドリップスの EX03 レッドローズのお色です。これもクリスマスコフレに入ってたものなので、その時に紹介してるリップ&リップになります。こうちょっとすっぴん風のメイクをしたい時とかは全然これだけでリップとチーク済ませて終わりな時もあります。でね、嫌味のないカラーですごく薄付きなんですけど、内側からこうポーって血色が良くなってくれるような表現をしてくれるのですごく気に入ってます。7個目はリップ系いきますね。リップ1はこのフレッシュのシュガーローズ
何番とか書いてないんだけど、ローズのお色味のリップっていうのを持ち歩いてます。唇が乾燥した時とか、あのお化粧してない時とかも、ノーメイクの日とかも、これで唇だけちょっとだけ赤みが出るようにして出かけたりとかもします。リップの2個目は最近お気に入りの、結構動画とかにも登場するよね、このバーバリーのくすんだバーガンディのお色の DAMSON のナンバー425のお色を持ち歩いてます。これはちょっと昼から夜にかけてこう出かけていて、昼のメイクと夜のメイクをちょっと変えたい時とかに夜のメイクに使うことが多いです。ではリップの3個目、これはじゃん、最近購入した3のセミマットタイプのリップになります。これはこれも本当に嫌味がなくって、今もつけてるんですけど、すごくねどのシーンにも使える、昼でも夜でも大丈夫だし、潤いがありすぎずマットすぎずっていう、すごく本当に言葉の通りセミマットなので、誰に会う時でもどういうシチュエーションでも嫌なく使えるものなので1本入れておいてます。リップの4つ目はグロス系です。 NARS のリップグロス N、 こういうねちょっとくすんだ深いピンクのお色味で、でも黒すぎず明るすぎずで、すごくバランスの取れた私の大好きなピンクの色味のグロスを持ち歩くようにしてます。これは結構マットタイプなリップを持って出かけることが多くて、グロス類を入れ忘れてすごくね苦労した日があったの。だからグロス類は必ず2種類ぐらいは入れてます。でそのラスト、このポーチの中身のラストでありリップ系のラストでもある、こちらは以前購入したマキアージュエッセンスジェルルージュ OR241 のグロスになります。これはね結構愛されメイクというか、男の人すごい好きだと思うなっていう色味のグロスになります。これはねちょっと薄いメイクをした時だったりとか、あとは目元とかチークにポイントを置いた時に自然にリップは仕上げたいなっていう時に使ってます。でこれもマットリップの上にね重ねても OK だし、すっごい強いリップカラーの上じゃなければほぼほぼ全部のせて使えるものなので気に入ってます。はい、それではこんな感じの私のポーチの中身でした。でお出かけ用のポーチの中身でした。皆さんの参考に少しでもなったら嬉しいです。今度、ちょっとそこまでのポーチの中身だったりとか、旅行用のポーチの中身っていうのもご紹介できたらなと思います。次はバッグの中身も動画持ってくるのでお楽しみにしていてください。はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。Instagram と Twitter のフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。バイバイ。アンニョン。